どうもピオキングです。今日はこの香水やっていきたいと思います。でその前にみんなに伝えたいことがあって、最近海外の有名なバグトロール制作者さんの1日だけ限定でバグトロール大量投稿っていうイベントがあったんですよ。それを X の DM でピオキングさん今バグトロール大量投稿されてますよっていうメッセージがいきなり来て、いつ消されるかわかんないからさ、速攻でフラワーがあってすっぽんぽんでダウンロードしまくってたら、ダウンロードしたコースがほぼそれで全部埋まっちゃった。だからここ一時はバグトロールばっかりになるかもしれないです。でまず始めるコース、シャープ10YC カールグラトローレーションみたいな感じかな。多分海外のカールさんっていう方とコングラチュレーション、そしてトロールを掛け合わせたようなコース名じゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.28%。 いやバグトロールなんて久しぶりじゃない。賛成派の方と反対派の方がいるとは思うんだけど、僕結構賛成派なんだよね。理不尽にやられる罠がたまんないね。でスパイク、なんか見たことあんな。あ、これもしかして、なるほど、シャープ10YC か。シャープ10YC ってコース名に書いてると思うんだけど、なんかテーマを決められたトロールコースみたいな感じで、そんなイベントがあったみたいですね。じゃあ降りていこうか。この先、開幕ラメックセージャー。まあここまでがオープニングですよ。僕の動画は開幕なんちゃらから本番開始っていう決まりがあるんですよ。でこのシャープ10YC バグが来るっていうイベントなのも分かってんのよ。中間が取れたね。ピンコインコースっていう感じかい。今日はしょうもねえ土管を作るだ。ついつい突っ込んでしまったじゃねえか。勢いで左上は USA、 左下がデカからの、右上はブラパの、右下はハリ。右上から行こうか。花から攻略していこう。一番雑魚っぽいで、ね、動けませんけど、わかるか。なんか上にハテナブロックあったよな。そっち叩いてみようか。あ、ここ乗れるんだね。でこのベッドをかぶっていかなきゃ先に進めないっていうことなんじゃない。いや、ちゃんとかぶらせてくれるかな、このベッド。ベッド、じゃああの甲羅がバネに当たるより早くかぶっていけ。ちょ、ベッド落ち着けて。ベッド。これさ、四角の場所に置いておいたらいいんじゃない。甲羅を跳ね返らせて四角の場所に置いておいたらかぶれます。そしてここ隠しブロックあるんじゃないのか。ないのか。上のピンコイン罠だっていうことは分かってる。だから下が正解だ。そうだよね、こんなところに何もあるわけないもんね。こういうね、深読み結構大事だったりするんですよ。トロールコースでは意外といけちゃうっていうパターンもあるからね。でこの矢印、土管があるのかい。しょうがねえな、引っかかってやろうかな。入ったらいけないっていうのは分かってる。ないかい。紛らわしいもん設置しやがって。じゃあここは左上のメットのところに行くしかないな。このメットを取った後よ。鍵、あ、これでいいのか。待て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 、バリャー。うん、分かってしまえばこっちのもんですよ。こんなバネ簡単に抜けることができます。さあここで右ランチして、鍵ドアに入る。わそんなところでそんなバグ使ってくるのやめろって。この土管は全部入れませんね。じゃあ上の鍵扉に行こうと思ったら隠しブロックに邪魔されました。3、4、5、6、7、8、9、10。いや待てよ、これワンチャン戻ったらやり直しは。いいねいいね、やっとバグのお出ましですよ。じゃあ鍵を取った瞬間に右に行く。で右に行った瞬間ブレーク。よし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 、え、いけ。しょしょ、でここはどうすればいいんだい。やめてください。急に反応できないのよ、ツタに捕まれとか言われてもさ。であのデカキノコを取って土管に入れっていうことだと思いますよ。でも普通に取らせてくれるわけがない。すぐに下に降りようか。すぐに下に降りてデカキノコ、待て待て、食っちまうぞ。よくないよくない、言葉が悪くなってる。もうちょっと礼儀正しく行こうか。おキノコ様、お食べになってもよろしいですか。ありがとうございます。おキノコ様、これで下に進めて土管に行けるっていうもんだね。さあこの場所はこれでも終わりなんじゃないかな。で10イヤーって書いてんのかな。10イヤース、10年っていう感じかな。マリオメーカー2が出てまだ5年ぐらいしか経ってないと思うんだけど。で右上のピンコイン、あれを取って最後のあの鍵ドアに入れっていうことなんじゃない。ってことでこの場所はもう終わりか。そして次は土管の方に行ってみる。もう右から先に攻めていこうか。次はハリッチ隊、ここはどうすればいいんだい。本当に命取られたみたいな絶叫になってろって。まあまあ僕はマリオ自身になったとしてマリオの気持ちを代弁してるだけだからね。このカロンのコラ蹴っていいのかい。うん、何が出てきた今、ちょっと見えなかったぞ。蹴っていいのかな。はあ、左は進めませんね。ここさ、もう勢いで行っちゃっていいのかな。どこにだよ。いや間違えた間違えた、よくある話だと思います。ピンコインコースをやってたら。じゃあここ勢いで左に蹴ってみようか。これでも先に進めない。あ、カロンの甲羅が出てきてたんだね。じゃあこれ右に蹴っていいの。あ
左のブロックを2つ壊せっていうことだと思うから、一旦亀の甲羅蹴る、そしてまた出すと思うから、このカロの甲羅を蹴って先に滑っちゃうのけ。でこのさ、クッパクラウンはどういう意味があるのかっていう話なんだけど、特に意味なさそうだね。うわ、魚出てきそう。いや今回魚全然出てこないな。この亀の甲羅は一旦蹴ってみようか。いやだよ、かしかしね、これ踏んでみようか。そんな楽なイキアップさせなくていいって。これさ、タイミングよくちょうど真ん中踏んだら亀の甲羅下に行くとかねえかな。頼む。亀、もうこっちはね、無限ワンナップしてるから残機には余裕がありますね。これ右に蹴ってってみようか。もう邪魔すんなって。ナイスタイミングすぎたろ、このちくわさ。右下にやったらどうなるか気になったじゃんか。じゃあこの上の土管に入っていこうと思ったら左上もあるな。うわ、どっち行こう。こっち行こうか。隠しブロック、こっちも隠しブロック。まあ入って罠があるだけっていうことじゃないだけまだよかったね。うわ、このコーラ跳ね返ってくると思うよ。だからこのちくわブロック落としておいて、右に蹴ってすぐ下に逃げる。これでどうだ。帰ろー。これ以上悲鳴ばっか上げてたら近所の人に通報されちゃうって。どうするのよ、急に警察が来てさ。ピンポン、警察です。どうも、頭エヴァイ系 YouTuber です。キモ。最近ですね、こちらのオタクかな、悲鳴ばっか上げてるっていう苦情があるんですけど大丈夫。左押しっぱであのフラワー取れる。そうなんじゃないのか。あのパウは叩かなきゃいけないのかな。いや、叩かなくていこうか。後で必要になってくるんじゃない。そしてどうやってオンオフが変わるかっていう話ですよ。この下に行けばいいのかい。うわ、絶対なんかしてくるこの方で。おしゃやんで。ああもう分かってたんだよな、なんかしてくるって。え、何よこれ、もう一回上戻ったらいいんじゃないの。あ、ダメですね、砲台が邪魔してる。で、地位体験みたいな音楽が流れよったけどさ、これこっからなんか始まるのかな。いや、どうなんだろう。うわ、めんどくせえ。これ上に戻る。あー、なるほどね、上に戻らなくちゃいけないっていう感じか。でもこれそんなに難しくないんじゃない。ここも連打していけば大丈夫で、こっからですよ。ここでやられるっていう感じで、めんどくせえことさせんなって。でも好きですよ。あ、なんか上行けないです。氷を溶かします。そして USA 取る。一回しゃがんでから何もしない。これでオンオフが変わったっていうことなんじゃない。でもうこの場面は終わりかな。ただもう終わっていいよ。さあ次の場所に行こうか。この USA があるじゃん。この USA のところが一番バグが多いところだと僕読んでるんだよね。だから楽しみは最後に取っておこうか。このデカキノコのところに行ってきます。で、右下のデカキノコ、あれは罠だ。左のブロックすり抜けることができるんだよきっと。だからこっちが正解。誰か僕を殴って。いや、見事に外してしまいましたね。実況者として誇るべきですよ、この外し方は。じゃあこのデカキノコを取るしかないのかな。で、この上にツタに掴まれませんけど、これジャンプしたらツタに掴まれるでしょうね。デカキノコを取らないように下に行けっちゅうことか。そしたら上にデカが出てくる。このデカキノコを取って上に行けっちゅうこと。待て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 、砲台の中のバネって当たるんだな。じゃあ砲台に触れないようにジャンプして進んでいこうか。ここもジャンプしてすぐ右に行く。で、このメットを蹴れっちゅうことと思っちゃうけど、これ当たらなきゃ多分壊してしまうよな、メット。だからこの状態で左にダッシュ、もうついていこうか。これでいいんじゃない。え、これ当たる、当たる、どうしようか。当たらなきゃ上にパーとかあるかもしんねえもんな。だからチビ状態のままドアに入る。サイキング、とうとうラストのドアやってまいりました。この USA キノコが一番バグが多いような場所だと思うんですよ。さあ、速攻 USA 取れた。ここからどうなるか。隠れてないで出てこいよ。どのタイミングだ、どのタイミングで避ければいい。一番右の方に追っておけば大丈夫。そしてジャンプすれば余裕があるんで。落ちるな、絶対に落ちる。何持ってんだキラーよ。落ちるんでないぞ。右に行ってくれればそんだけでいいんだ。はーい、こっちの勝ち。陸地に足がついてしまえばもうこっちのもんよ。この一マス怪しくない。なんかあるんでねえの。ただの隠しブロックか。そしてこの左のメット踏んでいいのかな。あ、なんか出てきた。お前もうやめろって。いや、生きたよ。あの一マスのところ綺麗に行こうか。ってことはですよ、ここはもう一気に行っちゃおう。一気に行っちゃって、これ矢印上って書いてるな。上進ませてくれる、進ませてくれる。で、このつららを壊して、このブロックを壊せばいいのかい。そしたらボム兵が爆発するとか、そういうことかい。
魚は面白すぎだろ。今ですね、砲台のところから動けなくなって、そこに魚が突っ込んでくるというね、めちゃめちゃ面白いバラが見れたさあ、ここは叩いてすぐ左に行っちゃおうか。これで大丈夫。そしてこの下に行けばまた危ないね、魚に当たるところだったよ。なんだお前はと思ったけど、 USA これはいいんじゃない、これは取るべきだよな。オーケーオーケー、たまたま取れたけど。そしてここは投げればいいのかな、この場所に。いや本当に、でももう投げるしかねえもんな。いやこれはいけんのか。魚、もうそろそろゴールが近いんでねえの。投げるからの魚を避けます。そしてこのパウはいるのかな。パウはモテそうに、あ、なんかモテる気配はあるんだけど、モテる仕草してるんだけど無理だね。いやどうする、これ左叩く、左で合ってんのかな。合ってる合ってる。え、今日めちゃめちゃ調子いいんじゃない。これブンブンは何、落ちる落ちる。よしよし、一旦ブンブンの上に乗ろうか。あぶな、いやこっち入んだけどいいの。ダメっぽいよビビってしまった。いやこの下に行ったら何もないですよね。ここの部分はビビってしまうよな。当然右に行くじゃん。なんで今度ブンブンいないのよまあまあラッキーラッキー、このままなんか左上みたいな、あ、左上ピンコインあるよ。だからこのバネで勢いをつけてこのまま左上に行こうか。いやもう当たっても当たってもどれ、あっちに行けばこっちの勝ちなんだよ。いけないよ、あんなところ届くわけないじゃん。あ、ヒントって書いてる、さっきの場所はヒントだったの。なんかキラを刺してるっぽいんだけど、キラを持ってこいってことかな。でさっきのヒントのところだったら右下に足場があるみたいな感じだったんだよな。だからここで抜いてみる。あ、ここに足場があんのね。で上にパックンもいなくなった。いや絶対こっから罠変わってるって、なんだたぶん。今のはずるくないかな、このキラーでさ花ちゃんなんて見えなかったって。まあずるいというかうまいというか、まあどっちでもあるんだけど、ずるうまいみたいな感じだね。さあここでスターを取っていく。でここは叩いてすぐ左上、ここは何も変わってない。でこのさ、出かけの子取ったら投げちゃうよな。え、取っていいのこれ。まあ、取るしかないんで取ってって、でも下に降りるしかないよね。この下に降りてったら行き止まりじゃないのこれそういうことは最初から言おう。もう全部わかった、ここで抜いた瞬間すぐ左に行く。右から投げればいいのか。だからここに足場があるから左に投げる。そしてこのキラー乗っていったら左のブロックが壊れるっていうことなんじゃない。でここでキラーを抜く。こっからよ問題は。もう何も来るな、素直にピンコインのところまで行かせて、お願い、まだとか来ないでこの先に吸うのが怖い。このアテナブロックを叩くアテナブロックダメじゃねえんだよ、わかるかってんだよこっちは。いやこれさ、大ジャンプでいけないかな。こっから食べたいじゃん、もうバネ跳ね返って食べたいじゃん。でバネ跳ね返ってからの食べたいじゃん。悪あがきはよせピオキング、ただの痛い人間になってるって。ここで投げればいいんでしょうね、本当に投げてこのキラーに乗っていけばいいんでしょうね。よっしゃさあこれで全てのピンコインが集まった。でここは下に降りていけっていう感じだったよな。右が開くとかそういうことはない、ないね。だからここで中間ポイント取りーの、上のピンコイン取りーの、ここが最後のゴールで会ってくれ、頼む。うわっ、なんこれ、どこ、これジャンプしていいのかな。あ、なんかしゃがんだら右に行ったね。あ、これでどんどん右に進めるっていう感じなんじゃない。フライング、うわ、ライングか、ナッシングからの下に、なーにーやってくれたのどっかの芸人のパクリみたいになってるって。で今度は鍵はもらえた。いやこんだけでマジで僕は嬉しすぎる。もう集め直さなくていいんだね、ピンコインを。今日は一回も集め直してないけど。さあ今度は進まないよ、進んでくれた。で上に隠しブロックもあんのか、あそこちゃんと上に行けなくなってんのね。で今度は右を進破しようか、右を進破したらゴールができるんだよ、頼む、今度こそゴールをさせてくれ。キモすぎゃー、キモいのはお前だピオキング、左を進破すれば大丈夫だ。このドクロリードだけで3回もやられる悔しさみんな分かって。じゃあここで左、よしよしよし、ゴールさせてくれ。もう何もないよな、隠しブロックがまだないよな、やったみんなやったぜいや
今回このコース難しかった。でもね、本当にすごい楽しい罠ばかりで楽しめました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。まあ動画の冒頭でも言った通りですね、バグトロール制作者大量投稿のイベントの時にダウンロードしたものなんですけど、もうサムネがおかしいよね。もうマリメではありえないサムネになってるんだけど、どうやって作るんだろうね、これ。で、誰？あの男の人誰？マジで誰あの人、作った人かな。まあまあクリア率が 100% あるからネタコースにはなると思うんですよ。それじゃあやってみようか。で、最速が 0.016 秒だったっけ。めちゃめちゃ速かったよな。バグりすぎじゃない、ちょっと。いや、マジでちょっとビビってるんだけど。いや、僕は指を見ていたかもしんない。もう一回現地で見ていこうか。今なんか書いてたような気もするんだよな、ゴールで。しかもゴール何個あった。やべえ。もうやめとけって、任天堂さんから怒られるって。しかもスタート位置の矢印2つなかった。ゴールも移動してるっていう意味のわからなさよ。まあどうやって作って投稿してるかわからないんだけど、こういうコースもあるみたいですね。どうもご視聴ありがとうございました。